はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ウイスキーですね。で、またミニチュアボトル。ジェムソン。これ、ジェムソンって読むのかな？ジェムソン。アイリッシュウイスキーです。これ、確か高かった気がする。珍しくね。アイリッシュウイスキー。今まで俺アイリッシュウイスキーは1種類しか飲んだことない。タラモアディユってやつね。原材料がグレーンとモルト。原産地がアイルランド。容量が 50ml。アルコール度数が40度。ジェムソンって読む。ジェムソン。あ、ジェムソン。出会ってますね。これ確か高かった気がするけど、どうだったかな。あれ、安い。1419円。フルボトルで1419円だから、これ多分300円か200円ぐらいで売ってるやつですね。おそらく。アイリッシュウイスキー。それじゃあいただきましょう。アイリッシュウイスキーは俺、タラモアデュー飲んで、まずかったんですよね。なんですけど、ちょっと、久々に飲んでみようかなと。安かったしね。乾杯。これな、すっげえ香りすんな、これな。なんだっけ、これ。なんだっけなー、この香り。マジックみたいな。マジックかな。マジックを、ペンね、油性ペン。油性ペンの香りがするような気がする。これ油性ペンの香りじゃなかったっけな。久しく嗅いでないな、この香り。懐かしい。臭い。香りがとにかく油性ペンだったかなーのような香りがする。思いっきり。ツーンとくる独特な変な、へんてこな香り。でも香りは、飲んでみると、でもするか。ちょっとこの香りがちょっと癖がありますね。明らかにもう、ものすごい香りの癖が、パンチが効いてます、これ。おすすめはソーダ割りハイボールで飲むのがうまいという書いてあります。これなんだろうな、この香りな。ソーダで割るとうまい。でも味自体は別に結構甘めで、飲みやすいっちゃ飲みやすい。普通に。ただね、香りがね、もう明らかに、鼻に、邪魔してくるね。これなんだろうな、この香りな。ほんとマジックだったかな。多分油性ペンの、香りがするかな。でも、アイリッシュウイスキーとしては、別にまだ、タラモアデューよりうまい気がする。
タラモア D はまだ残ってるんですけど、まあ、タラモアデューね。タラモアデューと飲み比べてみっか。タラモアデューもなんか似たような香りした気がするんだよな。ほら、まだこんなに残ってる。ほとんど飲んでねえもん。だって。これなんか一番とあのアイリッシュウイスキーで売れてるとかって言ってたから買ったんですよ。だけど全然ね、まずくてね、俺は全然ダメだった。全然っていうか、まあそこまで全然でもないと思うけど、割とダメな方だったね。うん。本当に香りがすごいな。これマジックの香りがするもんな。これちょっときついわ。正直。まあでもこれはこれでまあ面白い味っていうか香りは個性的ではあると思うけど。タラモアデュー。タラモアデューちゃん。あ、タラモアデューも同じ香りがする。うわ。あ、タラモアデューの方がこれ、この香りが強い。うわ。くっせ。くっさ。なんか臭い。ん？なんか鼻がなんか臭さでなんか麻痺してきた。あ、これタラモアデューの方が香り強いですわ、これ。このマジックの香り。うわぁ。これはあれだわ。きつい、きつい。これはちょっときついなぁ。まあでもこれは、まあそこまで強くないんで、香りとしてはね。タラモアデューはちょっと強烈だけど。多分。なんか、鼻が、その香りばっかり嗅いでたからなんかよくわからなくなってきた。変な香りを。なんか慣れちゃったみたい。臭い。臭い。あ、インクだ。インクと木の香りだって。なんかどっかのサイトに書いてあるけど。インクの香りだ、これ。版画のインクと木の香りだって。これですよ、インク。インクの香り。まあ、インクっていうか、まあ、マジック。マジックだろうね。これインク使ったことないから、多分マジックの香りだ。いわゆる。これはちょっとない。コクはまあ普通、甘みはまあ割とある。香りが臭い。臭いので、ここぼし。これはまずい。まあ、まずいってことはまずくはないんだけどな。いかんせんこれをおすすめにするかどうかはちょっと迷うね。でもまあ、他の何の変哲もない面白くない、あれよかまあ、し、じゃあましだと思いますよ。うん。3453。で、ご視聴ありがとうございました。